様。能力の上昇率を開示します。よし、出発だ。コク、探索開始だ。コク、接敵を確認しました。覚悟はいいか。倒す。この調子でガンガン行くぞ。お？なんだこれ。足しにするか。お？なんだこれ。資源の足しにするか。コク、強敵を発見しました。我が輩にお任せあれ。ボルテクスクラッシュ。決まった。アイシクルスピア。この調子でガンガン行くぞ。コク、接敵を確認しました。覚悟はいいか。カオスイート。この調子でガンガン行くぞ。コク、強敵を発見しました。我が輩にお任せあれ。ボルテクスクラッシュ。決まった。決まりだ。食らいつくせ。グラトニー。こんなもんかな。よっ、そりゃ、ふっ、そりゃ。うん、コツをつかめばって感じか。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。タイジン、必要そうなものを集めてきたぞ。リムルの旦那、これだけあれば十分だ。しかし、本当に作るのかい？結構な広さになるが。ああ、
どうせ作るならみんなで入りたいしな。どーんと作ってくれ。わかったよ。リムルの旦那に温泉の良さを聞いたら、どんなもんか俺も入りたくなってきたし、急いで作るとするか。できたぜ。湯も聞いた通り、なみなみ張っておいた。まずは旦那に確かめてもらわねえとな。カイジンありがとう。早速入るよ。コク、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。今日も豊作だな。リムル様、訓練が一区切りつきましたぞ。ああ、ご苦労様。さすがに宗英は特訓も真面目だな。リムル様、見ていらしたんですか。ああ、普段は秘密任務を頼むことが多いが、いつも頼りにしているからな。光栄です。訓練が終了しています。コクコクコク、潜在能力が解放されました。コク、潜在能力が解放されました。コクコク、潜在能力が解放されました。コク、潜在能力が解放されました。コクコク、潜在能力が解放されました。コク、潜在能力が解放されました。コク、コク、潜在能力が解放されました。コク、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 潜在能力が解放されました。コク、コク、コク、潜在能力が解放されました。コク、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 潜在能力が解放されました。コク、コク、コク、潜在能力が解放されました。コク、コク、コク、潜在能力が解放されました。コク、コク、コク、潜在能力が解放されました。コク、潜在能力が解放されました。いつも一緒にいて改めて分かった。ランガは本当に心強い仲間だ。コク、温泉を使用しますか。こ
この温泉は素晴らしいですが、リムル様と入ると格別です。いや、俺は関係ないだろう。誰と入ろうと温泉は気持ちいいぞ。いえいえ、効能が全く違います。リムル様と一緒に温泉に入るとお肌がリムル様のようにプニプニになるのです。マジか、スライム成分が湯に溶けちゃってる。で、そんなわけあるか。もちろん温泉のおかげなのでしょうが、リムル様と入った後は本当にお肌の調子がいいんです。え、そうなの。はい、ですからまたご一緒させてくださいね。あ、もちろんお肌の調子など関係なく、いついかなる時でも。コク、特定個体の能力の一時的上昇を確認しました。コク、目標を達成しました。コク、よし、目標達成。コク、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 潜在能力が解放されました。コク、潜在能力が解放されました。コク、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 潜在能力が解放されました。潜在能力が解放されました。スミレ、温泉できたぞ。試したけどいい湯だった。あれならスミレも満足するんじゃないかな。リムルさん、ありがとうございます。今日から毎日温泉に入れる、夢みたい。早速行ってきます。あ、そうそう、リムルさんに伝言があります。ゼギオンさんが探していました。ゼギオンが。わかった、スミレありがとう。リムル様、急ぎお伝えしなければいけないことがあります。どうした。アピトと出会う前、ヘキサポッドドラゴンの巣に足を踏み入れ命を落としかけたことがあります。ブレードタイガーの剣といい、こいつ結構無茶するな。シオンとは別の意味で危険かもしれない。その時にヘキサポッドドラゴンを倒したのは変わったイビルゴブリンでした。もしかしてそいつの名前はカタキか。はい、少しの間行動を共にしていたのですが、カタキは精神生命体へと進化する秘宝を手に入れ、それを使いジュラ・テンペスト連邦国を滅ぼすと。やはり進化の秘宝を手に入れたか。ゼギオン、教えてくれてありがとう。嫌な予感がする。ビトたちに伝えないとな。私がどこにいるか知らないか。どうして私が知ってると思うんですか。ん、ほらリトと仲いいだろ。何言ってんのリムルさん。私シュナさんやシオンさんとも話すし、ゲルドさんとは親友と言ってもいいくらいなんですけど、別に私はみんなと仲いいです。そうか。女子高生的に良くない表現だったか。でもリトたちなら北の方に行くのを見ました。行ってみるよ。ありがとう。念のため戦う準備はしておくか。リムル様、北にカタキが現れたとのこと。もしカタキと戦うのでしたら我らも共に戦わせてください。主よ、カタキと戦う可能性があるなら我も連れて行っていただけないでしょうか。ランガ、リゴル、お前らは関係者っちゃ関係者か。よし、戦いに備えるぞ。はっ。
標が発生しました。気合い入れていくか。コク。コク。リム様、仇は。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。コク、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。リムル様、仇は。いえ。リムル様。仇は倒すぜ。アルジオ、北の方に向かったリトからも連絡がありました。仇が町に向かっていると。我も参ります。来たか、仇。なぜここにいる？お前たちまで、まさか。違う、俺たちは仇を助けたかっただけだよ。進化の秘宝なんて使ってほしくない。仇、聞いて、僕たちはお前たちも俺を裏切るのか。の手に魔素が集まってる。ミト、お前たちは俺の後ろへ。もしかして進化の秘宝を。ダメだよ、カタキ。危ない。やめるんだ、カタキ。ダメだ、周りの声は耳に入ってない。魔素は全身に行き渡ってる。虹色のオーラを。これが進化の秘宝。コク、不安定な精神で進化の秘宝を使用したため、正常に作用せず意識混濁、意識と肉体の剥離が始まっています。精神を著しく損傷したため、高確率で数時間で精神が消滅します。ここで何とかするしかないってわけか。お前を殺す。コク、コク、強敵を発見しました。警告、高密度のエネルギーを持った個体を確認しました。これで決まりだ。食らいつくせ、グラサミ。こんなもんかな。死ぬし。なんで。アイシクルスピア。そりゃまだまだだ。クリア。敵を殺し尽くすまで。落ちろ。くらえ。死ぬし。くらえ。行くぞ。きっと。倒れろ。これで決まりだ。くらえ尽くせ。グラサミ。こんなもんかな。倒れろ。きっと。
クレアサークル、くらえ。やめろ。まだだまだ。ダケンじゃ、進化の秘宝の解決方法はあるか。解。精神生命体への進化において暴走している部分のみを捕食すれば可能です。グラトニーで部分的に食えってことか。個体名カタキの力は弱まるものの、精神をつなぎ止めることは可能です。カタキ、ちょっと痛いかもしれんが助けるぞ。必要ない。誰がお前の力など。そのままじゃぶっ壊れるぞ。俺は負けた。進化の秘宝に負ければ俺は強くなる。この能力も俺のもの。俺は恨むものだ。コク、個体名カタキの肉体と精神が急速に安定、高レベルの精神攻撃耐性を獲得しました。カタキ、俺は牙狼族への復讐心から全てに怒り、全てを恨むようになっていた。牙狼族の怒りをリムルへ。だが違う、俺が一番許せないのは俺自身。仲間を守れなかった俺を俺が許せない。これが俺自身への恨み。怨念は消えなかった。カタキの体が超速再生で復活してる。全身に魔素が行き渡ってるな。なんか魔素が集まって、カタキの姿が。コク、個体名カタキは精神生命体アストラルゴブリンへと進化しました。もうお前たちにもお前の国にも恨みはない。だがこれは自分に対するけじめだ。敗者であり続けた俺へのけじめ。俺の復讐を果たす。わかった、相手になってやる。コク、標的を発見しました。警告、高密度のエネルギーを持った個体を確認しました。総攻撃を仕掛ける。警備隊全員突撃せよ。ゴムリンズウォー、倒れろ。ゴムゴブリンの力を見たか。これでどうだ。クレアサークル、くらえ。クレアサークル、くらえ。まだだまだ。クレアサークル、くらえ。まだまだだ。リベンジだ。アイシクルスピア、そりゃ。これが人間の力だ。これで決まりだ。食らいつくせ。まだまだだ。行くぞ、行くぞ。クレアサークル、くらえ。さすがに効いただろ。まだだまだ、やめろ。クレアサークル、くらえ。まだだまだ。敵を殺し尽くすまで。
場所は提供する。何と言わせる。お前のところになど誰が行くか。笑いながら気を失ってる。気持ちの方はついたのかもな。本当に世話の焼けるやつだ。でも前の仇に戻ったみたいな顔してるよ。すがすがしい顔してるね。最後の最後まで自分を曲げないで、本当強情だけど、だから仇なんだよね。リムルさん、仇は助かりますよね。はい、精神肉体ともに損傷レベル高ですが、精神が安定したため肉体の再生が始まっています。ああ、時間はかかるが治るよ。やった、よかった。カタキは起きたらすぐに出てくって言うだろうからさ、目覚めたら一緒に温泉にでも入ろうって誘っておいてくれ。わかりました、必ずカタキに伝えます。コク、重要な目標を達成しました。よし、これでいいはずだ。リムルさん、仇の意識が戻りました。リムルさんの予想通り出ていくってごねてて、今はみんなで温泉の良さで足止めしてるところです。わかりやすいやつだな。よし、逃げられる前に仇と温泉に入るか。極楽。なんかみんなで入るとか修学旅行みたいだ。もうだいぶ良さそうだな。ああ、助かった。礼を言う。いつまでだってここにいていいんだぞ。申し出はありがたいが、明日には出る。まだ許せないのか。いや、もう思うところはない。この国を見て分かった。みんなが傷を抱えながら、それでも前を見て新しい道を歩んだ。その結果がこの国なら、
その選択も間違っていなかったんだろう。俺の新しい道は俺なりの弔いを探すことだ。復讐以外の道で。そうか。牙狼族に襲われてから復讐しか考えていなかったであろう仇。全てを捨ててまで選んだ道を変える、それは言うほど楽ではないだろう。仇なりに折り合いをつけようとしている。今はそれで十分だな。仇、こういう言い方はあんまり好きじゃないんだが、頑張れよ。リムル様、どうした？カタキ殿たちは朝早くに旅立ちました。そうか、行ったか。リムル様への伝言を預かっております。伝言？カタキからの伝言はシンプルなものだった。恩は必ず返す。カタキらしい言葉だ。あいつにとって恨みも恩も同じなのかもしれない。カタキが次来た時にもいい国だと認めてもらえるような国づくりをするぞ。コク、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。リムル様、やあ怪人、温泉か？ああ旦那、今入ってきたとこさ。やっぱり温泉に浸かって飲む酒は格別だな。確かにあの時間は至福だな。けど聞いてくれよ旦那、一緒に入ってたゴブリンの子供がよ、僕も飲みたいって大人はずるいって言い出すんだよ。酒は辛いことがたくさんある大人の特権だって言っても聞きやしねえ。あれだけ騒がれちゃ落ち着いて飲めやしねえよ。そこでだな、リムルの旦那、子供でも飲めるとっておきの飲み物を考えてくれねえか。何が落ち着いて飲めないだよ。いつも騒いで飲んでるくせに。まあ子供たちにも何か特別な飲み物は必要かもな。子供が温泉で飲むものといったら、うん、フルーツ牛乳だよな。任せておけ怪人、とっておきの飲み物を用意してやる。本当か旦那、子供たちも喜ぶってもんだ。よし、出来たてミルクともぎたて果物を手に入れてシュナに作ってもらおう。やあゴブゾウ、出来たてのミルクってあるか？これはリムル様、お安いご用だす。はいだす、出来たてミルクだす。サンキュー。あとは果物を集めるだけだな。コク、新たな目標が発生しました。よし、集めるぞ。リムル様、リムル様、能力の上昇率を開示します。よし、出発だ。
告。探索開始だ。告、強敵を発見しました。フレアサークル、くらえ。コク、接敵を確認しました。我が輩にお任せあれ。ボルテクスクラッシュ。決まった。思い知ったか。お、なんだこれ。資源の足しにするか。資源の足しにするか。お、なんだこれ。資源の足しにするか。コク、接敵を確認しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラトニー。こんなもんかな。うん、コツをつかめばって感じか。コク、強敵を発見しました。覚悟はいいか。うおー、カオスイーター上昇率を開示します。よし、出発だ。コク、コク、探索開始だ。コク、接敵を確認しました。フレアサークル、くらえ。
この調子でガンガン行くぞ。お、なんだこそれ。資源の足しにするか。たあ。資源の足しにするか。これで決まりだ。食らいつくせ。グラトニー。こんなもんかな。お、なんだそれ。資源の足しにするか。コク、一旦帰ろう。よし、あとはシュナにこの2つを渡してフルーツ牛乳を作ってもらおう。シュナ、ちょっと頼みがあるんだ。フルーツ牛乳を作ってほしい。フルーツ牛乳ですか。何やら名前を聞くだけで美味しそうですね。ああ、フルーツの甘みと香りが広がってキンキンに冷やして飲むと最高なんだ。どうだろう、美味しくできそうかな。そうですね、この果物なら大丈夫かと。試してみます。リムル様、どうでしょうか。これこれ、これぞフルーツ牛乳だよ。ありがとう。よし、これを温泉に置いてもらおう。子供たちが温泉で飲めるものを開発したぞ。よう、リムルの旦那、一体何を作ってくれたんだ。フルーツ牛乳だ。酒に負けず劣らずうまいぞ。そりゃまた気になるな。ちょっと分けてくれねえか。心配するな、温泉でも飲めるように手配しておくよ。ガッハッハ、楽しみにしておくぜ。子供たちも喜ぶだろうな。フルーツ牛乳が飲みたい。え、フルーツ牛乳ならここで売ってるだろ。一つもない。わ、悪かったって、許してくれよ。おいおい、怪人、どういうことだ。それが試しに飲んでみたら驚くほどうまかったんで、ついな。ついなじゃねえよ。お前たちが全部飲んだのか。申し訳ない、面目ない。うん、謝る時でも無言かよ。今日は俺も楽しみだったのに。怪人のバカ。コク、目標を達成しました。コク、よーし、目標達成。能力の上昇率を開示します。コク、コク、潜在能力が解放されました。コク、コク、コク、潜在能力が解放されました。コク、潜在能力が解放されました。コク、コク、コク、潜在能力が解放されました。コク、潜在能力が解放されました。潜在能力が解放されました。潜在能力が解放されました。コク、
告、潜在能力が解放されました。告、告、潜在能力が解放されました。告、潜在能力が解放されました。告、潜在能力が解放されました。能力の上昇率を開示します。よし、出発だ。告、探索開始だ。告、強敵を発見しました。決まりだ。食らいつくせ。グラサミ。こんなもんかな。思い知ったか。告、接敵を確認しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラサミ、さすがに効いただろ。こんなもんかな。うん、コツをつかめばって感じか。我らが力、思い知ったか。ん？なんだこれ。資源の足しにするか。それ。資源の足しにするか。ん？なんだこれ。資源の足しにするか。接敵を確認しました。覚悟はいいか。カオスイート。力、思い知ったか。ん？なんだこれ。資源の足しにするか。たあ。告、強敵を発見しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラサミ。こんなもんかな。行くぞ。クレアサークル。食らえ。この調子だ。クレンズ。さあ、よっ、行くぞ。それ、さすがに効いただろう。よっ、そりゃ、うりゃ、そりゃ、よっ、そりゃ、ふっ、そりゃ、クレアサークル。食らえ。
こんなもんかな。ふむふむ、結構調子いいな。戻ったぞ。建築を実行しますか。頼んだぞ。うんうん、さすがだな。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。リムルさん、こんにちは。カタキと共に去ったカー、ケット、グレ、リトは長い間チュラテンペスト連邦国にいた。住民とも仲良くなっていたし、いなくなって寂しくなると思っていたが。リムルさん、申し出があります。久しぶりだな。申し出ってなんだか真面目な話っぽいな。執務官に行くか。他のやつらはほぼ毎日温泉に浸かりに来ていたようだけど。今日来たのは僕だけです。リムルさん、お願いがありここに来ました。改まってどうした？僕を仲間に加えてもらえませんか？突然だな。カタキのことはいいのか？カタキにはちゃんと話して分かってもらいました。カタキは仲間だし、それはずっと変わらない。だけど今はあなたに、カタキを、僕たちを助けてくれた恩を返したい。助けたとか恩とかそんなのは気にしなくていいけど。僕は気にします。恩返しって別に仲間にならなくてもいいんじゃないの？わかりました。言い方を変えます。僕をテンペストに就職させてもらえないですか？就職？カタキたちは家族みたいなもので、就職先は別にある。それだとニュアンス通じますか？働いたことないですけど。そういうことならわかった。でも就職ならちゃんと給与は払おう。それだと恩返しにならないです。給与はカー、ケット、グレがテンペストで好き勝手食べて遊んでいる費用でいいか？え、あいつら好き勝手飲み食いしてるしな。それをリトが働いて返せばいい。あれ、なんか違う気が。就職は大変だぞ。頑張れよリト。リトが仲間になった。テンペストに来た理由をあれこれ聞いてみたところ、カタキの精神生命体への進化を見て、自分も同じ精神生命体になりたいというのが本音のようだった。カタキに認められたいという思いがあるようだが、今のままだと並ぶこともできないのは分かっているようで、俺のそばにいることで効率的に成長しつつ、テンペストへの恩返しもしようという合理的な考えには若さを感じた。とはいえリトのような存在はテンペストに新しい風を入れてくれるだろう。早速だけどリト、仲間になるんだからリトが何ができるか教えてほしい。リムルさんたちとは戦ったけど、カタキがメインだったし、僕の能力を話したことはなかったですね。僕は寄り添うものというユニークスキルを持ってます。どっちかというと後方支援のスキルです。ただ僕はカタキに憧れていて目標にしているので、見よう見まねでカタキと同じ戦い方をしてたりします。ふーん、後方支援のスキルなのに最前線で戦う感じか。よくわからないけど、カーたちとの連携もあってそうなったのか。リト、一緒に探索に行くか。そこで魔物と戦ってみせてくれ。コク、接敵を確認しました。
相手なら僕に任せて。寄り添うもの。またまた、いや、せい、は、せい、いや、せい、しまった。そんな、また止めてみろ。は、せい、いや、せい、は、せい、は、僕だってあの人のように。は、いや、決まった。これなら十分喜んでもらえるかも。よし、完璧だな。コク、接敵を確認しました。この相手なら僕に任せて。寄り添うもの。うわ、また、いや、せい、は、せい、いや、せい、は、せい、僕だってあの人のように。ふっ、は、いや、決まった。ここが正念場。いや、せい、は、は、ふっ、は、すごい、みんなも喜んでくれそう。よし、完璧だな。コク、強敵を発見しました。は、は、そんな、まだまだ。この相手なら僕に任せて。寄り添うもの。また、いや、どうだ。また、は、せい、僕だってあの人のように。いや、は、決まった。ここが正念場。いや、せい、は、いや、せい、は、ふ、はあ、こっちだ。はあ、いや、ここが正念場。は、はあ、ふ、はあ、は、はあ、ふ、はあ、は、はあ、は、はあ、ふ、はあ、は、はあ、この相手なら僕に任せて。寄り添うもの。ふ、はあ、は、いや、せい、ふ、は、は、ふ、は、は、は、これなら十分喜んでもらえるかも。よし、完璧だな。コク、リトの力は分かった。さて、リトには何をやってもらおうか。とりあえず素材集めが手っ取り早いかな。町のためになりそうなものを集めるか。分かりました。コク、新たな目標が発生しました。よし、集めるぞ。コク、能力の上昇率を開示します。よし、出発だ。コク、探索開始だ。コク、強敵を発見しました。落ちろ。せい、これで決まりだ。食らいつくせ、グラタニー。こんなもんかな。そりゃアイシクルスピア。そりゃコクレンズ。おりゃ
我らが力、思い知ったか。これで決まりだ。食らいつくせ。グラトニー、さすがに決まるよ。こんなもんかな。フレアサークル食らえ。やっそー、油断した。食らえ、それアイシクルスピア。そりゃこの調子でガンガン行くぞ。バッチリ。悪いかな。覚悟はいいか。カオスイーター、あとは任せた。コク、接敵を確認しました。リムル様、訓練が一区切り。ああ、ご苦労様。リムル様！どうした？今度は自分も連れて行ってくださいっす。もうあのジジイの訓練は嫌っす。ああ、考えとく。コク、訓練が終了しています。コク、コク、潜在能力が解放されました。コク、潜在能力が解放されました。コク、潜在能力が解放されました。コク、
告潜在能力が解放されました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 告告告潜在能力が解放されました告潜在能力が解放されました告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 潜在能力が解放されました告潜在能力が解放されました告潜在能力が解放されました告潜在能力が解放されましたの上昇率を開示します。よし、出発だ。告。探索開始だ。告。接敵を確認しました。フレアサークル。遅いよ。は。遅いよ。そりゃ無理。そりゃよし。アイシクルスピア。そりゃ。じゃあ。この調子でガンガン行くぞ。我らが力。思い知ったか。お、なんだ。資源の出しにするか。お、なんだこれ。資源の出しにするか。資源の出しにするか。たあ。告、接敵を確認しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラトニー。いいぞ。こんなもんかな。よっしゃ。よっ。アイシクルスピア。そりゃそれ。しまえ。この調子でガンガン行くぞ。我らが力。思い知ったか。告、強敵を発見しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラトニー。こんなもんかな。まだまだ。いくぞ。ふん。じゃあ。よし。そりゃ。ふん。アイシクルスピア。そりゃ。おる。こくれつ。うりゃ。そりゃ。上がってきそれ。よし。そりゃ。ふん。そりゃ。よし。アイシクルスピア。そりゃ。この調子でガンガン行くぞ。我らが力。思い知ったか。告、強敵を発見しました。落ちろ。くらえ。これで決まりだ。食らいつくせ。グラさすがに効いただろう。こんなもんかな。うりゃ。そりゃ。
もんかな。よし、目標達成。コク、コク、コク、潜在能力が解放されました。コク、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 潜在能力が解放されました。コク、コク、潜在能力が解放されました。コク、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 潜在能力が解放されました。コク、潜在能力が解放されました。コク、コク、潜在能力が解放されました。潜在能力が解放されました。潜在能力が解放されました。リト、ありがとう。これだけあればもう十分だ。はい、めっちゃ労働した感あります。そういえばリムルさんって魔王なんですか？前にガゼル王とディザスターとかの話をしたと聞いたんですが。おお、唐突だな。俺は魔王ではないよ。すみません、テンペストに就職するって考え始めたら社長のリムルさんが魔王なのか気になっちゃって。リムルさんが魔王なら僕は魔王軍に就職かと思ったり。仕事とはあんまり関係ないんですけどね。そういえばちらほらと魔王って聞くけど、実際にどんな存在なんだ？リグルルに聞いてみるか。リムル様、どうなさいましたか？なあリグルド、前にガゼル王が魔王について言ってたけど、詳しいこと知っているか？私が知っていることなどたかが知れておりますが、お伝えしますと、リグルドから聞いた魔王の知識はこのようなものだった。上位魔人のうち特に強大な力を持つに至った者が魔王と呼ばれている。魔王はシズさんを召喚したレオンを含めて何人かいるらしい。魔とついているが邪悪な存在ではない。その危険度は人間の決めたランクではディザスター、カタストロフとなり、最上位の危険ランクに位置する。なるほど、わかった。リグルドありがとう。いえ、国は順調に大きくなり住民も増えております。何かご希望などはありますか？生活をもう少し豊かにしたいな。海の幸とか手に入るようにしたい。海の幸ですか？ああ、海で獲れる食べ物だ。マグロ、エビ、ウニ、イカ、いずれは海の食べ物も交易で仕入れられるといいな。どのような食べ物か楽しみです。ここが安全で快適な国だと知れ渡れば、いろいろな国からの商人たちが集まってくると思います。なるほどな。遠くからでも来たくなるように町を充実させるか。コク、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。建築を実行しますか？よくやった。まさにイメージ通りだよ。建築を実行しますか？うんうん、さすがだな。
コク、目標を達成しました。よし、目標達成。コク、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。リムル様、コク、温泉を使用しますか。はあ、生き返る。頑張った後の温泉はしみるな。ええ、確かに。しかし温泉にリムル様とご一緒するのは久々ですね。まあいつもはシュナやシオンに女湯へ誘われることも多いからな。でも男の裸の付き合いってのもいいんじゃないか。全く異論ありません。服も剣も持たずに裸で語り合う、素晴らしいことですね。だろう。余計なもんは剥ぎ取って本音で語り合う、それが温泉だ。温泉で汗を流した後はキュッと喉を潤したいな。ベニマル、どうだ、よかったら風呂上がりに一杯やろうぜ。お、いいですね。喜んでお供しますよ。コク、特定個体の能力の一時的上昇を確認しました。まさに極楽でした。 Thanks for joining me on this epic gaming journey. Remember to smash that like button, subscribe for more awesome content, and I'll catch you all in the next adventure.